ドラマハウスリクエスト再放送。世界中どこでもネスカフェ、ネスカフェでおなじみのネッスル日本がお送りする夜のドラマハウス。今週のテーマは新竹取物語千年女王から星空のメッセージ。言葉は？おいおいナンバー2、俺の声を忘れたわけじゃあるまい。もしかしたら敵のスパイが声色を使ってるのかもしれないじゃない。合言葉を言ってちょうだい。いつもながら用心深いな。わかった、それじゃあ合言葉。タヌキのお腹はポンポコポン、ゲリシとお腹はピーヒャララ。確かにナンバーワンのようね。ところで要件は何？あのさ、待って。ナンバーワン、なんだよこの電話。敵のスパイに搭乗されてるかもしれないわ。暗号で言って。いやそんな大それたことじゃないんだから。ダメよ、壁に耳あり障子に目あり。仮にも私たちは秘密情報部員よ。どんな時でも敵のことを意識して行動しなくてはいけないわ。ましてやあなたは我が秘密組織のナンバーワン。どんなメッセージでも最も注意深くかつ慎重に伝えなくてはならない立場。わかったわかったよ、暗号で言うよ。でもうちの組織の暗号は105種類もあるからな。一体どの暗号にする？森の動物たち暗号にして。あの垢抜けない暗号か。お願い、あれ好きなのよ私。それじゃ森の動物たち暗号で言うぞ。キツツキさん、ハゲタカさんにお猿さん、アライグマさん、コウモリさん、あれあれリスさんもいるぞ。以上だ、わかったか？はい、わかりました。ではとは言ったものの暗号の意味をみんな覚えてないからな私。あ、森の動物たち暗号コードブックで調べなくちゃ。最初はキツネさんか、あら、キツツキさんだったかな。あ、いや、どっちでも。はい、もしもし。合言葉、隣の客はよく柿食う客だ。ひよこぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ七ぴょこやぴょこ九ぴょこ十ぴょこ。どうやらナンバー3みたいね。いつも思うんだけどナンバー2、この合言葉もっと簡単にならないか。情報部員の仕事を何だと思ってるのナンバー3。余ってるないね。すまない、自覚が足りなかった。これからはもっと早口言葉の勉強をするよ。それより今私のところにナンバーワンから連絡があったの。え、最高機密の極秘指令よ。なんです？慌てないで今言うわ。もちろん指令は暗号よ。そらそうでしょ。で何の暗号ですか？私の2番目に好きなお相撲さんの名前暗号でいくわ。あれ苦手なんだ俺。なんですって？いや何でもありません。じゃあ行くわよ。富士桜、荒瀬に麒麟寺、三重の海、朝潮、どすこい、高見山、以上。わかりましたか？はい、なんとなくわかりました。それじゃ健闘を祈るわ。健闘を祈るって言われてもな、105種類もある暗号を全部覚えてるわけないじゃない。お相撲さんの名前コードブックはと、あれナンバー2は最初なんて言ったんだっけ。富士錦か。全部の暗号をつなぎ合わせると
我が秘密組織の本部を爆破せよ。大変な指令だ。本当にいいのかな、ミサイルで爆破しても。まあ命令だからな、仕方あるまい。遅いな、ナンバー2は。何やってるんだろう。間違っちゃったのかな、暗号。確かに我が秘密組織の本部は今暇だから遊びにおいでよって言ったつもりなんだけど。え？なんだあの音は。夜のドラマハウスリクエスト再放送。今日の出演、古谷徹、古川俊夫、半恵子。テーマは半恵子とスラップスティックの新竹取物語千年女王のテーマ、星空のメッセージ。そして脚本は向井努でした。